今日は太陽が輝いてるね。あの風に舞う葉っぱが石門を越えたら、みんなに今日のテーマを発表するよ。両国シーカ握手観覧会2日目のテーマはスイクです。スイク、確か決まったルールで創作するリーユエにおける習字的技巧だったはずです。詩の穴埋めのようなものでしょうか。天と地、雨と風、大陸と青空、イノシシと甘エビ、タケノコと松茸、すでにある上の句に対応する下の句を作るんだよ。身近にあるものからインスピレーションをもらえば全然難しくないんだから。上の句と下の句が整っていて、雰囲気と韻律が対応してる必要があるよ。どんな詩のスタイルにも通ずるものはあるけどね。みんながインスピレーションの風をたくさん捕まえて素敵な詩を作れるよう、今日は特別に財布の要素を加えるよ。財風？財風というのは、野外を歩き回って詩に書き入れるのにふさわしいイメージを集めることなの。もちろんみんな安全には気をつけてね。今月のお浄土はもうノルマを達成してるんだから、注文が増えたところでこの道主がにっこりするだけだよ。とにかくみんな自由に行動して、両国の美しい景色を楽しみながら美しい詩を考えよう。夕方にここでまた会おうね。旅人、行く秋と長雲、それにモンドのお友達を集めてくれないかな。お願いしたいことがあるんだ。うん、昨日のことだよね。じゃ、よろしくね。簡単に言うと、これからの財布で少し気にかけてほしいことがあるんだ。本当にいいのか？僕の個人的な問題に皆を巻き込んでしまって。そんなことをおっしゃらないでください、趙雲さん。神団長は僕らに、皆で協力して交流を深めるのが大会の意義であると言いました。お互いに助け合うのは当然のことです。モンド周辺の異常を調べて騎士団に報告するのも私たちのお仕事ですから。私も気にしてない。ついでにお酒の材料も集められるから。ひひ、友達と遠足に行くと思えばいいんだぞ。それなら楽しいだろ。君はおとなしくみんなの好意を受け取ったらいいんだ。わかった、みんなありがとう。この恩はまたいつか返す。それじゃあ二つのグループに分かれて行動してもらおうかな。それは探索範囲を広げるためでしょうか？それだけじゃないよ。僕たちはシーカ大会に参加してるってこと忘れないで。せっかくの財布なのに全員が同じ景色を見てたら意味ないだろう。詩の独創性に関わってくるんだからね。確かに。でもどのようにチーム分けを？そうだね、くじで決めちゃおっか。おお、ますます遠足気分だな。くじか。リーユエの方々と同じチームになったとして、果たして僕はちゃんとお話できるでしょうか？紙ならここにあるよ。誰か最初に引きたい人はいるかい？もちろん、オイラが一番だ。うん、じゃあ旅人とパイモン、ディオナ、チョウンが一つ目のチーム、そしてユクワキ、ミカ、ノエルが二つ目だね。ふう、ノエル先輩がいてよかったです。お二人にはお世話になるよ。いえいえ、そんな。僕もどうかよろしく頼む。みんな気をつけて、夕方にまた会おう。忘れ物はない？大丈夫なら私たちも出発しよう。うわぁ、あの耳と尻尾は本物なのか？モフモフしてる。うん、ディオナさんはどこか行きたいところはあるか？ディオナでいい。それに、さ
探し物をするなら、趙雲、まずあんたが例のやつを見たって場所じゃない？隊長？からかわないでくれ。それが現れたのはすぐそこの水辺だ。ただ当時は少し霧がかっていて、姿形ははっきり見えなかった。景色は綺麗だけど、なんだか寂しげなとこ。趙雲って普段からこういうとこを散歩してるの？散歩ではなく、鍛錬に来ているんだ。鍛錬？騎士が戦う訓練をするようなもの？少し違う。僕はリーウェの奉仕だから、普段の鍛錬は主に妖魔を退治するためだ。例えば法術とか。妖魔を退治？それがどれだけすごいことなのか、ずっとみんなに証明したいと思っているんだ。けど、残念ながら機会がなくて。千年に一度の純陽の体っていう体質なんだ。妖魔たちは趙雲を見たらみんな逃げちゃうんだぞ。ふーん。でもそれっていいことじゃないの？いいことなもんか。妖魔に出会えない奉仕なんて型なしだ。この体質のせいで僕を詐欺師だと疑う人も多い。そのような体質は当世の奉仕に伝わる術より希少なもの。珍重すべきだ。高魔大生？あなたたちの知り合い？うん、こいつはショウ、リーウェイの仙人なんだ。仙人？初めて見たにゃ。あ、こんにちは、仙人様。ショウで構わない。ショウも、ここに鍛錬しに来たの？それとも財布？この奉仕が遭遇した者のことを聞き、用心すべきだと思った。故に来た。旅館の者には言ってある。何かあればすぐ戻るつもりだ。気にすることはない。はぁ、申し訳ない。高魔大生のお手を煩わせてしまうなんて。我はすでにこの地を巡ったが、異変らしきものは見ていない。お前が遭遇したものは、おそらく妖魔ではないか。あるいは、すでに去ったのだろう。そうか。無駄足だったのかな。何もない以上は、我がここに居続ける理由もない。そうだぞ。今は他の人もいないし。何にも気を使ったりしなくていいんだぜ。だが僕も仙人様に残っていただきたい。せっかくの機会だから、仙人様には妖魔退治のことをお聞きしたいんです。わかった。なんだかシャイな仙人様みたいね。それともリーウェの仙人ってみんなこんな感じなの？趙雲チームに新メンバー加入だぜ！いつの間に僕のチームになったんだ？それに、もう仙人様が加わったんだから、どちらかというと。まあ気にすんなって。そういえば、リオナはお先に使う材料を探したいって言ってたよな。うん、せっかくリーウェに来たんだから、お酒に入れるものをいろいろ集めておきたいの。
リーウェには絶雲の唐辛子っていうのがあって、喉が焼けるように熱くなるって聞いたんだけど、本当なの？お酒に入れてみたいにゃ。絶雲の唐辛子を？多分飲み物にしても美味しくないと思うけど。本当？そういうのが欲しかったの。早速取りに行こう。他にもスライムの液体と三将軍の宝玉も欲しいかな。そんなものを入れて本当に飲めるんだろうか。なんだかシャンリンと似たものを感じるな。ディオナはとても真剣にバーテンダーという仕事に向き合っているんだな。そんなわけないでしょ。私、お酒より嫌いなものなんてないの。大人は酔っ払うとろれつが回んなくなって、呼んでも答えなくなったり、そのまま床で一晩中寝ちゃうこともあるんだよ。これは全部お酒のせいなんだから。だから私、一番まずいお酒を作って、お酒がどんなに悪いものかみんなに思い知らせるの。そのためなら毎日リーウェに来て絶雲の唐辛子を取ることになっても構わないにゃ。そこまでしなきゃいけないのか。当然、今までの試みは全部失敗に終わってる。あの酔っ払いおじさんたちを反省させるどころか、美味しい美味しいって絶賛の嵐なんだから超ムカつく。そうなのか。そんなものを適当に入れて美味しくなるなんてことが。嘘じゃないよ。信じてくれないならこの場で作ってみせるから。それは。待ってて。まずい。本当に絶雲の唐辛子を入れるつもりか。彼女の言うことが本当なら、それもある種の体質と言えるかもしれない。しかし、彼女自身に原因があるようには見えません。何か他の影響によるものでしょうか。まさか、妖魔？違うな。彼女の体に邪水の気配はない。むしろ、何か特殊な跡のようなものを感じる。リーユエにおいて、彼女のようなものには、宣言があるという。はい、ショーにも一杯。この色はしっかり絶雲の唐辛子が入っているな。どうしたの？もしかしてアレルギーでもあった？安心して、アルコールは入ってないから。スライムの液体をベースに絶雲の唐辛子とカエルの足を混ぜただけ。いやいや、その組み合わせで美味しいわけないだろう。仙人様は一口で言った。コウマ大勢が飲んだのに僕が飲まないのは失礼だよな。超重いんだぞ。後でおかしくなったりしないよ。
これは。美味しい。確かに唐辛子の味がするのに、それがちっとも浮いていない。シャンリンが思いつきで作る料理や、行く秋の奴が僕をからかう時の、デタラメな飲み物とは全く違う。爽やかな口当たりに、ほんの少しピリッとする辛み。絶雲の唐辛子の香りと、カエルのしつこくない滑らかさが絶妙にマッチしているんだ。それにスライム。僕は知らなかったよ。スライムから青々とした草と、清らかな泉のような香りがするなんて。自然は不思議だ。そうだろ？なんたって、スライムが一番美味しいんだぜ。また失敗。でも趙雲、なんだか急に口数が増えたような。大丈夫？大丈夫だとも。なんならもう一杯いけるぞ。ディオナ、おかわり。僕は、落ち着いてきたようだ。すまない。みんなには恥ずかしいところを見せてしまった。ううん、辛いものを食べても大丈夫か私が確認しなかったせいだもん。純陽の体がこんなに大変なものだったなんて。そんな。実は僕だって、飲み物を口にするまでは君の言葉を疑っていたんだ。はぁ、なんだかこの二人って意外と似てるな。ん？そう、どうかしたか？あそこを見ろ。葉っぱ？葉に何か書かれている。え？ここからそんなのわかるのかよ。うん、そうだな。今にも飛んでいっちゃいそうだぜ。本当だ、詩が書いてある。コウマ体制は目もすごくいいんだな。どれどれ？ああ、これは作者が初めて好きな人に出会った時のことみたいだ。だが、最後の内容を見る限り、二人は結ばれなかったようだ。なぜ落ちた葉に死など書く。流れる水に心はない。落ちた葉が流されてしまえば、死はそのまま沈んでいたかもしれない。理解できない。間違いない。確か行く秋も、前にそんなようなことを言っていた。言えなかった。あるいは伝えられずにいた言葉も、文字にすれば、シーカに託すことができる、と。泉に向かって、秘密を打ち明けるようなもの？私も小さい頃はそういう風にしてた。そうは言っても、この作者だって、やっぱり誰かに見て欲しかったからわざわざ書いたんじゃないのか？はぁ、いっそ、私たちでこの詩の返事を書いてあげるのは？でも、誰が作者かなんてわからないし、どうすれば？上流へ行けばいい。上流？墨の跡を見るに、書かれてから間もないようだ。この落ち葉は流れを下ってきた。ならば、同じ水域をさらに遡って放てばいい。おのずと書いた者の居場所を通るだろう。落ち葉を流して詩を返すなんて、すっごくロマンチックだな。でも、その人がうまく拾える保証もないでしょう。それならたくさん書いて、いろんなところから流してみよう。努力は人を裏切らないと言うだろう。きっと、どれか一つは見てもらえる。他に方法もなさそうだ。じゃあ、早速取り掛かろうぜ。遅い。よっ。上流、上流。何を書くかもう決めたか？
伝えられずにいた言葉、このまま沈むに任せるのは惜しい。我はシーカには明るくないと。葉っぱを流してきたぜ。ちっちゃい船みたいにゆらゆらしてたぞ。あと何箇所か流してこよう。暗くなる前に会場に戻らないといけないから、急がないと。よし、しょっぱい。ん？何こそこそしてるんだよ。なんか内緒話でもしてるのか？なんでもない。ただ、この行いが無駄にならなければいいと思っただけだ。悪くない風景だ。一つこの辺りで採風と行こうか。ここを拠点にされるんですね。お待ちください。すぐ皆様のテントをご用意します。いやいや、僕たちインスピレーション探しに来ただけじゃないか。そんなわざわざ。では皆さんの安全を確保するために、僕は周囲を一通り偵察してきます。ついでに薪と食材を確保できないか見てみますから。待った。偵察？周辺環境の観測に、進路の確保、どちらも野外行動における基本ですから。こんな風に出かけるだけでも、モンドでは随分手の込んだことをするんだな。二人にとってはごく当たり前のことみたいだ。ここでおかしいのは僕の方か？わかった。それなら僕も、ミカさんと偵察に行こう。え？あ、その、はい。早く、何か話題を考えないと。景色、天気。承知しました。それでは、拠点は私にお任せください。ゆくあきさんは、よく財布にお出かけになるんですか？うん。家にいて気分が晴れないときは、こうして外に出かけるよ。儚い人生の中で一瞬の暇を得るというやつさ。精神と共にあれ。動くべきだ。動くべきだ。これと僕が持参してきた食材があれば、それなりの昼食をご用意できるはずです。ミカさんは野外で生活する術に心得があるようだ。恐縮です。僕はセピュロス騎士団の一員として大団長の下で遠征を経験しました。そこでは観測や地図を書くのが仕事だったんです。ほほう、それはまるで小説の登場人物みたいだ。剣を手に各地を旅する。そんなに大層なものでは。恐ろしい敵と相対した時だって僕にできたのは、より実力のある方にお任せすることだけでした。それは謙遜というものだよ。義教の真意は武にあらず心なんだ。どこにいるとか功績の多い少ないというのは関係ない。他人を助けようとする義の心があれば、それは義教と呼べるんだ。ゆくあきさんのお話は少し難しいですね。でも同時に僕が今まで考えもしなかった視点です。もしもし、どうかしたかい？そろそろ戻った方がいい。あんまりノエルさんを待たせてもよくないからね。あ、そうですね。形は精神と共にあれ。はっはっはっ。お帰りなさいませ。すべて順調でしたか？汗
をお拭きしましょうか？いえ、ご心配には及びません。周囲に危険は見当たりませんでしたので。ノエル先輩の料理の腕前はさすがですね。どれもとても美味しかったです。ああ、実に感服したよ。まさか外にいて、これほど体の芯まで染み入る料理をいただけるとは。お口に合ったようで何よりです。行明様は普段、お外でどんなものを召し上がっているのでしょう。うん。いつも僕はこっそり出かけるから、簡単な携帯食が関の山でね。あとは道中で果物でも取って、ご機嫌な昼下というわけさ。こっそりというのは、つまり、お家の方に黙ってお出かけになるのですか？その通り。まあ、時々は、用事があると嘘をついて出ていくこともあるけどね。それは、もし見つかってしまったら、反省室に閉じ込められてしまうのでは？そう。だからバレてはいけないんだ。そういえば、お二方は偵察の折、どんなお話をされていたんですか？行明さんと僕は、義経について話していました。今思うと、行明さんの理屈に照らせば、僕はノエル先輩こそ、義経の化身だと思いますね。え？私ですか？ノエル先輩は普段、騎士団で熱心に人助けをされているだけでなく、外で訓練をされる際も、モンドの住民たちを助けています。以前、巨大な岩が道を塞いだ時も、ノエル先輩は、剣の一撃で、それを真っ二つにして、文字通り道を切り開いたことがあるんですよ。おお、それは確かに、狂心だけでなく、武技を兼ね備えていると言えるだろうね。急にそのように褒められると、照れてしまいます。そろそろ、財布の本題に入りませんか？フータオさんは、イメージを集めるとおっしゃっていました。ですが、僕たちがやったことといえば、薪を集めてご飯を作ったくらいで、何を書けばいいのか、まだわかっていません。何でも書いていいんだよ。石箔を見て、自分の心も、玉のように明るく澄んでいるのだろうかと感じる時もあれば、芸生花を見て、その美しさを人の精髄に重ね、いつかは枯れてしまうのだろうかと悲しくなる時もある。自分の内なる感情を、外にあるものと結びつけるということでしょうか。その通り。これはたくさんある方法のうちの一つだ。ほら、ご覧よ。橋の上で、女性が欄干にもたれて遠くを眺めている。彼女が何を思い悩んでいるにせよ、流れゆく水さえ、その悲しみを洗い流せない。あら？あの方とは、昨日会場でお会いした気がします。私たちに、詩の謎解きを出してくださいましたよね。ご挨拶に伺いませんか？動くべきだ。形は正し。どうも、お嬢さん。また会えるなんて奇遇ですね。こんにちは。皆さんもここにはインスピレーションを探しに？ああ。自己紹介させてもらうよ。僕は行明。こちらの二人は、ノエルさんとミカさんだ。昨日は、謎解きの鬼に便宜を図っていただき、ありがとうございました。大したことじゃないわ。皆さんが楽しんでもらえたなら何よりよ。私はカリロエ。カリロエさんは、フォンテーヌからいらっしゃったのですか？ええ、この辺りには旅行で来たの。たまたま石門でシーカ大会が開かれてるのを見て、つい興が乗ってしまって。カリロエさんの昨日のお題は、実に独特な趣があって、印象に残ったよ。もしかして、霊ゆえの詩を専門に研究していたことがあるのかい？全然そんなことないわ。道中でいろんな人たちとおしゃべりしているうちに、
自然と身についたのよ。とっても飲み込みが早いのですね。なるほど。この橋に足を止めているのは、流水から試作のインスピレーションを得ようと？死にはまだ取り掛かっていないのよ。ただ静かで平和だなと思って、つい見とれてしまってただけ。なら、そろそろいい時間だし、僕たちと一緒に会場まで戻るのはどうだろう。夕方の大会に間に合うようにね。いいの？お邪魔にならないかしら。話しながら歩くのもいいものだよ。そうして得られるインスピレーションもきっとあるさ。私もカリロエ様の追句から学ばせていただけることがあると思います。そう言われてしまったら遠慮する必要もないわね。一つ目のチームが戻ってきたみたいだ。時間通りだね。あれ？他はまだ戻っていないのかい？ほら、急げ急げ！間に合ったんだろうか。君たち、一体どれだけ遠くに行ったんだい？みんな息を整えて。さあ、深呼吸しよう。吸って。大丈夫。大会はまだ始まってないんだからさ。わあ、よかった。間に合ったぜ。本当に疲れた。早く飛べばそれだけ疲れるんだ。しかもオイラ、たくさん葉っぱを流したんだからな。さっきから手がプルプルしてるぞ。ちょっと運動不足なんじゃない？あれ？横空きたちってば、一人多いじゃないかよ。そうなんだ。こちらはカリロエさん。みんなも昨日会ってるはずだから、紹介は不要かもしれないけどね。こんにちは、皆さん。こんにちは。ひひ、助っ人がいるのはお前らだけじゃないぞ。オイラたちだって。あれ？ショウは？いつの間にいなくなったんだよ。ショウ、出てきてくれよ。ショウってば。ご本。役者が揃ったみたいだから、早速。おや？もう一人の司会者が来てないじゃないか。ふんふんふん。音取りは早起きしないといけないし、山柄は夜には寝ちゃうけど、往生堂々したるこのフータオは、お呼びとあればいつでも来るよ。もう二日目だぞ。いつまでその大げさな前工場をやるんだ。いやいやいや、パイモンは分かってないね。別に私のためにやってるんじゃないよ。こちらの特別ゲストをお迎えするためなんだから。フー同士の奇声雄大なやり方にはいつもながら感心させられる。おや？これはこれは、本当にサプライズだね。これは勝利先生、ご無沙汰しています。ゆくあき様、こちらの勝利先生とは、名の知れたお方なのでしょうか？ああ、勝利先生はあらゆる分野において深い造詣を持ち、リーユエコーでも指折りに人望の厚いお方なんだ。ではでは紹介するね。この人は、往生堂の格系。勝利さんだよ。上は天文、下は地理まで、古今文化、歯科転籍、なんでも知ってると言っても過言じゃないの。まあ、私の部下とはいえ、実力は申し分ないからね。今回は、わざわざ審査員として来てもらったってわけ。過分な言葉だ。俺は古い詩をいくつか知っているに過ぎない。これからする論評に、異論や誤りを見つけたら、ぜひ遠慮なく指摘してくれると嬉しい。はいはい、そんなに謙遜しなくていいから。緊張してるのかなって思われちゃうよ。思うがまま遠慮なくコメントしてくれていいからね。ああ、そうさせてもらおう。では
どれどれ？ 1,2,3,4。 うん、どっちのチームも人数は同じみたいだね。私も数に入ってるの？ふん、わかった。あなたを助けると思ってやってあげるにゃ。フォンテーヌから来てくれたお友達もいるし、名前は三国シーカ握手観覧会に変えた方がいいかもね。そんでもってよく見たら、パイモンをそのまま一人分でカウントしちゃうのはどうなんだろう。旅人チームが若干のハンデを負うことに。この同種が参加しよっかな。大事な時にちょこっと手伝うくらいなら皆さんもいいでしょ。もちろんだ。賑やかであるほどみんなが楽しめるんだし、それは風同士だって例外じゃない。それじゃあ決まりだね。観客の皆さんも好きなチームを応援してください。じゃあ僕が点数をカウントするってことでいいかい？ああ、そんなのいらないって。チームを分けたのはあくまで形式的なものだよ。友人同士競争関係なんてないんだからね。勝利審査員同士の言う通りだ。モンドやフォンテーヌの友人たちにリーウェの確率や規則を強いてしまうのはいささか窮屈だろう。握手歓談会である以上、インスピレーションを始まりとし歓談に落着すべきだ。おのおの思う存分楽しんでくれればそれでいい。ふぅ、よかった。ドキドキしていましたが、ルールが厳しくないようで助かりました。あらら、司会のセリフを審査員に取られちゃったよ。じゃあ司会役はこのままウェンティさんにお任せしちゃおうかな。もちろんいいよ。新たな友に旧友さんたち、深呼吸して新鮮な空気を吸って。はい、シーカ大会第2ラウンド追加、いざ開始。ならここはまず僕の切削から一つ。神の句、新月剣の個室に入りて高校百味を喫する。もう思いついた。さすがだ。新月剣ときたら対になるのはルリテイか。最初のお題からめちゃくちゃ難しいぞ。真は旧、いや古か。そういえば前修行でそんな名前の場所を通った時、やけに天気が悪かったっけ。あ、思いついた。古城園の料亭を出て雷光千本を目する。すごい、長雲のやつ答えたぞ。ああ、新月剣はリーウェに名を馳せる料亭で、一方の古城園は天光山にあるもの。両者が等しく場所を指すため対となれるだろう。加えて上の句の悠然とした雰囲気に対して下の句のそれには危うさがある。これは絵としても対になるものだ。あれ、あの日のことをそのまま言っただけなのに、なんだかまぐれでいけたみたいだぞ。そういうことなら僕からも上の句は、志に命運あり、軽作に隠れ、眼下に絶運を望む。長雲のやつ、今日はなかなかやるじゃないか。この句の大まかな意味は、高い志を持つ者が姿勢に身を隠しながらも星雲にのし上がろうと気を伺っている様だ。地名で全体をつなげていく発想はかなり斬新と言えるだろう。毒は赤白のごとし、芸章をまとい、胸中に瑠璃を秘める。すごいぞ、ノエルが答えた。良い句だ。人の特攻が高尚であり、透き通った心の純粋な様を石に例えている。こちらは物の名前で全体をつなげており、見事な出来と言えるだろう。素晴らしい追句だったね。財布の折に行く秋様からいただいたヒントのおかげです。それでは私からも上の句を。上は河口の向かいから、下は湿原の適中まで、ただカニ味噌豆腐を一皿求めて。
カニ味噌豆腐？どうしたんだ、ディオナ？下の句を思いついたのか？ううん。みんな難しい詩を出しすぎ。私、理解するだけで時間がかかるんだから。でも、カニ味噌豆腐って聞いたら、なんとなくミントベリージュースが浮かんできたの。多分、最近似たような飲み物を混ぜたからかも。北は星落としの岸から、南は風吹く野原まで。さらに、ミントベリージュースを2杯加えて。さすが旅人さん。みんなが称賛するだけあるわ。こんなにすぐ下の句を思いつくなんて。上下の句は、共に各地の風物や特産に詳しくなければ出せないものだ。二人は旅をする者として、すでに小野川市で、それらの土地に足跡を残したのだろう。どう？私も少しは役に立った？ちょっとちょっとかっけーってば、さっきから褒めてばっかりじゃん。もっと人を疑ってかからないと。怒らせちゃうかもとか思わなくていいよ。この私が盾になってあげるから。ではもう一つ聞いてもらおうかしら。精神に心はなくても、それは人々の心を癒す。精神が持つ薬効の側面を指しているんだろうか。どうすれば対になるんだ。夢は夢でなくとも、不浄の夢に安らぎをくれる。夢？そんなのもあり？ほう。では、同種に代わって聞かせてもらおう。なぜ精神の対を夢としたのだろうか。おう。食べると夜もぐっすり眠れるってことだな。やるな。これもまた上出来だ。得点に値する。みんなさすがに真面目すぎるかな。もっと弾けてもいいんだよ。ほう。それなら風道主、僕の上の句に応じてほしい。天に月あり、月満ちれば家族も喜びに満ちる。地に飯あり、腕によそえばお腹も肉で満ちる。そんな返しが。これすなわち無常対。上下の句の意味は関係ないが、言葉の一つ一つは、一応、基本にのっとり対をなし、それぞれ一体となっている。普通の対句に何ら劣ることはない。お話が長いよ、かっけー。点数はくれるの？くれないの？無論、与えられるべきだ。ケーキ800里、適かに問う。伊豆国かきりならんや。木の獅子20斤、鍋に怒る、いずれには入らむ。なんだって？これが無常対っていうのか。なんだかオイラでもできそうな気がするし。私も一つ思いついた。ドドリアン、ドドコよりほろ苦い。うわ、すごく可愛い髪の毛だ。スイートフラワー、バーバラよりスイートじゃない。ん？こちらのお友達の熱意がこっちまで伝わってくるようだよ。でも否定になってるのだけが惜しいかな。うわ。じゃあボンボン爆弾、ボムボム売りよりやかましいとかどうでしょう。おや、モンドからのお友達はとっても才能があるね。よかった。やっと一つ答えられました。焚き火パチパチ、炉を温かくしてお茶香ばしく、胸に抱くは清泉の心。
すごいぜ、ノエルがまた一つ読んだぞ。早く早く、お前が一番得意だろ。え、オイラが？わかったよ、やってやろうじゃないか。焚き火パチパチ、炉を暖かくしてお茶香ばしく。雷雨ゴロゴロ、剣冷たくして心痛まず、叩きのメスは強風のコア。本当か？うん、いいよ、実にいい。厳しい環境で強敵に挑む姿がありありと見えるようだよ。誰かとのんびり読書をするっていう紙の句の雰囲気ともちょうど対になってるしね。そうか。もしかしたらオイラ実は才能があるのかもしれないぞ。どうやらこれ以上俺が論評する必要もなさそうだ。また何個も答えられたぞ。お前も当然聞いてたよな。私も楽しいひとときを過ごさせていただきました。まさかリーユへの追句がこんなに趣深いものだとは思いもしませんでした。ノエルは今日すごかったな。追句のお題を何個も出してたろ。特に清泉の心のやつ、オイラ危うく答えられないかも思ったぜ。カリロエさん、どうかしたかい？お疲れなのかな？さっきから調子が良くなさそうだと思ってはいたけど。大丈夫よ、気遣ってくれてありがとう。その一つ皆さんに聞きたいことがあるの。皆さんはもしかして清泉の心の物語を読んだことがあるの？僕はまだ読んだことないけど。パパが読んでくれたことあるよ。確か、とある泉の精霊と男の子の物語だったよね。はい。遠い故郷を離れた泉の精霊が、月の光の下で少年と出会うところから始まります。少年は、精霊に心の内を話し、彼女もまた、彼の物語に耳を傾けました。時間が経つにつれ、少年は精霊に恋心を抱くようになります。ですが、当時彼女は人間の愛を理解できず、約束が悲劇になることを恐れました。それで、この後に口づけをするシーンがありましたが、ティオナ様のお父様はどのように説明されたのでしょうか？泉の精霊は少年のところからいなくなって、再び姿を現すことはなかったにゃ。はい、その通りです。やがて時間が経ち、少年もだんだん年を取ってしまいました。ですがそれでも、彼はその出会いが夢ではなかったと信じ続けたのでした。なんだか、悲しい物語だな。そうね。今のを聞いて、皆さんは泉の精霊をどう思った？彼女の決断は、まさしく善意によるものだったと僕は思う。けれど、結果として、その善意が誤解を生んでしまったのは、残念だ。もし、仮に今でもチャンスがあるとしたら、精霊はもう一度、少年に会った方がいいと思う？今？それは、物語の少年がおじいちゃんになった後でもってことか？そうだとして、少し遅すぎるのではないでしょうか。もしお二方がまた、そのせいで心残りを作ってしまったら、ごめんなさい。僕はちょっと悲観的すぎるのかも。オイラがその少年なら、そうだな。やっぱり、もう一度精霊に会いたいと思うぞ。どれだけ歳をとっても好きな人だもんな。そう。おや？賑やかだね。
新しい追加を考えてるの？僕の助けが必要かな？金曜野郎、お前はちゃんと司会に徹しろよな。お前が参加してきたら追加を考える楽しみを独り占めされちゃうだろ。まさかパイモンが僕をそんなに買ってくれてるなんてね。でも残念、追加遊びはもうおしまい。明日のイベントはね、自由試作だよ。それは自分で書いた詩を皆さんの前で読むんでしょうか？その通り。自信がないならウェンティ先生の試作集中クラスに申し込んでくれてもいいよ。今からでも間に合うからね。参加いたします。僕も参加したいです。宣伝は置いといて、自由ってどのくらい自由なんだよ。ルールが全くないってことか？それはもちろん最大限の自由だよ。体裁も内容も全部心から考えたものであれば何だって詩にしていいからさ。どう？これは胸に秘めた言葉を吐露する絶好のチャンスだと思わないかい？自由すぎるのも考えもんだぞ。おいら旅のことも書きたいし、旅人が作ってくれた美味しいご飯のことも。カリロエも来るよな。おいらお前が書いた詩を読みたいぞ。ええ、いいわ、私にも参加させて。うん、僕は鼻が痒くなり始めたことだし、今日はここまでにしよう。みんなも帰ってアイデアを練りつつ、いい睡眠をとってね。また明日。